おととい多くの人が渡っている渋谷駅前のスクランブル交差点に信号無視の車が突入し逃走する事件がありましたけがをした人はいませんが大きな事故につながる恐れがある危険な行為に現場にいた人からは驚きと不安の声が上が上っています。歩行者であふれるスクランブル交差点に突っ込む1台の黒いワンボックスカーこれはおととい午後6時前に 渋谷駅前で撮影された映像です。歩行者を気にかけることなく走り抜ける車と、それを追いかける警察官の姿が映っています。車はあの降下したあたりで信号待ちしていたところ、警察官に職務質問されそうになり急発進させ、人があふれるここスクランブル交差点に侵入してきました。多くの人が車を避ける中、進み続け、 高玄坂の方に逃げていったということです。警視庁によりますと、警察官が車の運転手に職務質問しようと近づいたところ、車が急に発進し、反対車線を逆走して逃走しました。クラクションもう鳴らしましたすごい。その暴走している車が時計みたいな感じで、はい、通行人の人が結構危ない危ないみたいな感じで言ってて、すごいびっくりしました。

警視庁は道路交通法違反の疑いで車の行方を追っています。